3. メルカプトヘキサノールは、化学式 C6H14OS で表される、チオールの一種である。この物質の先具体は、パッションフルーツや、ービニオンブラン、甲州ブドウなどのブドウに含まれ、ワインに特徴的な香りをもたらす。日本の消防法では、危険物、第4類、第3石油類に区分される。 ボルドー大学の富永高都氏により、白ワイン用のブドウ品種であるソービニオンブランの果汁から、本物質の線具体であるシステイン包合体及びグルタチオン包合体が発見された。この線具体は、発酵の過程で酵素によって酸、メルカプトヘキサノールとなり、パッションフルーツやグレープフルーツ様と表現される香りを放つ。同ワインの品種香の元ととなる物質には他に4、 メルカップとマイナス4メチルマイナス2ペンタノンがあり、そちらはカシスの目の香りと表現される。メルシャンの研究では、ブドウに含まれるセング体は、早朝から深夜にかけて増加し、日中は減少することが確認された。この物質は、銅4と結合しやすく、ブドウの栽培に硫酸銅を含むボルドー液を過剰に使用すると、ワインの特徴的な香りが損なわれることともなる。 ありがとうございます。